にはですね、全国農協中央会というところに勤めておりましてね、ふるさとは富山県なんですよ。で、東京に出てきてですね、農協に入りました。それで若い頃からですね、農業関係、農政対策をやってましたから、もう本当に今も若いんですが、若い西川先生と本当によくね、お付き合いさせていただいて、ご指導を願ってきたっていうのは実際なんです。ところがですね、いい年になりましてから、お前ね、田舎へ帰ろうと思ったんですよ。田舎へ帰って組合長やろうと思ってたんですが、お前選挙に出ろっていう話になったんですから、まあ、選挙に出させていただいて、そして選挙に出ましてですね、今石川先生のもとで、それこそですね、自民党のですね、食料農林水産調査会、党の一番の要のですね、会長さんを西川先生がおやりでありますから、その西川先生のもとでですね、ずっと仕事をさせてもらっているということであります。本日はですね、ともかく解散ってなった後すぐ院内を出ましてですね、そして新幹線に乗ってまいりました。どこへ来たかということですが、ともかくですね、何としてでも大事な西川先生をですね、当選させてもらいたい。よくこうなりますと、私のですね、出身母体であります農協の皆さんにまずお願いする、それもですね、第一番にお願いするという思いでですね、宇都宮へ参りまして、そして農協中央会や連合会やですね、とうとうへずっと挨拶をさせていただきました。さらにはですね、その次は JA 塩の屋へ伺いましてですね、そしてその職員の皆さんの前でお願いをさせてもらいました。その次は JA 宇都宮へ参りましてですね、でそこでもですね、理事会をやりでやりましたが、その場でもですね、きちっと申し上げさせていただいた次第であります。さらにですね、5つ目は JA 上津川で参らせていただいて、これみんなですね、先ほどおっしゃってましたが、いや、広大な地域でですね、選挙やらないかんわけですから、小選挙区なんて言っとれないんじゃないかと、大選挙区でですね、選挙を先生やってもらっているわけでありますが、ともかくですね、皆さんにお願いしましたが、皆さん、なんとしてもですね、西川先生、当選させるぞっていう意気がですね、もう初日から現れていると、こんなことに受け止めてきた次第であります。上野先生もですね、さっきしっかりおっしゃっていただきました。さらに渡辺先生もね、お見えになっておられますので、心強い限りでありますが、私はですね、石川先生にこうしてご指導を願って、それこそ一緒にこの大事な困難をですね、一緒に先生とこう乗り切っていくという立場でですね、取り組んでおりますので、そのことだけ申し上げます。私のことですからですね、他のことはよくわからないんです。農業のことしかわからない。今日集まりの皆さんはあらゆるね、分野の方からお見えになっておられますのでですね、誠に申し訳ないんですが、農業は国の礎であり元ですから、どうぞそれでですね、ちょっとだけ聞いておいていただきたいというふうに思いますが、3つあります。1つはですね、西川先生が本当に努力されたのは、アベノミクスの具体化ということもありますが、その中でですね、やはり日本の経済全体の発展を考えていく上においては、貿易上の問題をですね、無視して存在することはできません。ですからですね、TPP の交渉であったり、さらには日 EU とのですね、経済連携協定の取り組みであったり、オーストラリアとの協定であったり、いや、それほど本当にですね、大変なご苦労をされてきたわけであります。だってですね、自動車の関税を引き下げて、そして相手の関税を引き下げて、そして輸出をどう拡大するか、部品をどうするか、機械をどんなふうにちゃんと売れるかということになってくるとですね、必ず向こう側から代償を求められるわけですから、その代償がですね、農産物の関税撤廃であったり、輸入額の拡大であったりするわけです。そのことを西川先生が本当に心配されて、だからですね、農業のどう農産物を守るか、農業を守るか、食を守るかという立場でですね、頑張っていただいた次第であります。
多くの困難を背負うことになってはいますが、しかし同時にまたそれを克服するための制度的対策どうする。今日は先ほど養豚業界の皆さんもお見えになってましてね、北澤先生もおっしゃってましたが、マルキンやですね、支える制度的な対策ですね、これらをしっかりやるということでですね、頑張っておっていただいているわけであります。二つ目はですね、何せ私は農協の出身でありますが、皆さん規制改革推進会議ってのはご存知ですよね。ここ3年余りですね、私はこれで国会議員10年なんですが、ここの3年間本当に涙というほどの辛い思いをしてきました。私の出身母体である農協をですね、会社化しろって言うんですから、ね、全農も役に立たないなら廃止で第二全農を作れって言うんですから、準組合員の皆さん、今日も多くの準組合員の皆さんがおいでになるというふうに思います。農協を利用した方が便利だぞということで支えてもらってるわけですが、準組合の仕組みは見直せって言うんですから、そんなことしたらですね、地域の中において役割を果たしてるですね、農協を皆さんに大事にしてもらってる農協がですね、本当に潰れてしまいかねません。どうぞですね、仕事一生懸命やりますから、自ら改革しますから、それをちゃんと自らの改革を支えるぞと、ね、いうことでですね、規制改革の金丸座長をはじめとするですね、それから菅官房長官等に対しましてもですね、きちんとした働きかけをやっていただいているのはまさにですね、石川会長であり石川先生であるわけであります。さて3つ目です。米の問題、厄介です。お米をですね、生産されている皆さんも多いか、関係者も多いかというふうに思いますが、生産調整も国は配分しないんですから、もしもですね、生産調整を目標を配分しないということになって、そして全国でですね、作り出したら、生産調整やらないでやりだしたら、栃木県は本当に真面目でしっかりやっておりますが、隣の県心配だったりしてですね、何県か隣の県ありますから、そういうことの中で崩れたときに、一体ですね、それを防いで、真面目な取り組みを支えていくですね、ことは誰がやってくれるんですか。それは政府的な支えが、何らかの形で対策が必要であります。そのこともですね、本当に根を詰めて、戦略を練ってですね、やっていただいているのは西川先生であります。山田君、このね、お前作れというふうに言われておりまして、そして一緒にやろうやっていうふうにおっしゃってももらっております。どうぞですね、この私の立場でこの言ってますが、これだけにとどまりません。もっと僕の分野の仕事を先生になってもらっておりますが、私の立場で申し上げた次第でございますがですね、どうぞこれが大事なこと、それをですね、先生に支えておってもらうんです。家族とかですね、地域とか農業とかね、これ一旦そうしちゃったらですね、どうなります。日本という大事な大事なですね、基盤がやはり失われていくというふうに思います。今一番必要な政治家、一番大事な政治家はですね、西川公也先生であります。どうぞですね、何としてでも何としても当選させてください。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。山田先生。